号機のちょうど6号機ですが、あの場所を見に行きます。国レベルでの考えに従って、我々はしっかりとこの原子力発電所をその期待に応えてですね、しっかりと安全にして運転していく、これが我々の役割だというふうに思っています。チームがありまして、私自身どちらかというと再稼働ということに関してあまり大きなこだわりは持っていません。原子力発電所ですから、1F みたいにもうあと廃炉しか残ってないプラントでも原子力安全を達成していくということはやっぱり必要です。必要ですから、その原子力安全を高めていくということを愚直に重ねて、スタートラインからして問題ということだと思ってます。先ほど申し上げた通り、法制度がどうなっているのか、でいざっていう時に誰が何をするのか、それから要素材はどう配るのか、課題山積です。オペレーションどうするかっていうことだけで済まない問題があるわけで、福島原発のですね、事故、これのですね、検証と総括なくして再稼働の議論はできないということだと思います。